どうも皆さんこんにちは。このラジオの MC を担当させていただいております、元お笑い芸人の天野太郎です。よろしくお願いします。イエイイエイ。さてメンバーをご紹介します。現役ラグビー選手のペイちゃん。はい、レッドアリケンズ大阪でラグビーしています。原山光政ことペイです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてこの番組のアシスタントを務めてくれる元水泳選手でオリンピアンのミポリン、どうぞ。はい、寺村美穂です。よろしくお願いします。はい、今日は短めのオープニングで、それでは行ってみましょう。アスリートの本音本音ラジオ。はい、それでは元ラグビー選手でオリンピアン桑鶴優作さんの後半に行ってみましょう。桑鶴さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて前回の件、ミポリンどうでした？そうですね、あの話が盛り上がりすぎて、聞きたかったこともっともっとあるかなっていう状況でしたね。はい、そう、前編でも申し上げましたけれども、現役を引退した後セカンドキャリアとして起業されて、自分に合った競技を体験できるスポーツテイスティングをやってらっしゃるというお話を伺いました。で、後半はと言いますと、我らがペイちゃんと桑鶴さん、以前は同じチームでプレーしてたんだよね。あ、そうです、プレーしてました。一緒のチームで、コカ・コーラ・レッド・スパークスっていうチームで、何年かかな、5年ぐらい一緒に多分やってたかな。はい、桑鶴さん。はい、桑鶴さん、当時のペイちゃんは、まあ、原山光政選手、どんな感じでしたか？結構、まあ、関西人なんでおちゃらけてる風ではあるんですけど、でも根は真面目っていう選手でした。ちょっとやめてくださいよ、それも商売、ね、商売がたきじゃないですか。やめてください、本当に僕のキャラこれで売ってるんで。こんな真面目とかやめてください。根は真面目なんで。そうですよね、根は真面目ですよね。はい、桑鶴さんはですね、2021年に現役を引退されまして、2023年、まあ、昨年の秋ですけれども、出身地鹿児島で鹿児島国体が開催されて、この時限りの現役復帰を果たしたということなんですけれども、どんな思いでした、桑鶴さん？そうですね、まあ、鹿児島国体はすごくこういい思い出として私の中に残ってます。で、その、まあ、出場しないかってずっとリオの2016年が終わって、うん、2020年が鹿児島国体だったんですよね、本当は。うん、コロナで延びて、今年開催になったんですけど、うん、まあ、そこからずっと声かけてもらってて、で、そうですね、今年の7月に私自身もこう気持ちの踏ん切りがついて、選手として出場を目指そうって思って、そこから2ヶ月ぐらい本当現役の時な感じで、こう体作りから走り込みとかやってました。で、その時がすごくこう自分自身が楽しくて、まあ、勝つことをずっとプロのラグビー選手として求められてラグビーしてたんですけど、でもそうじゃないこう純粋にこう七味性ラグビーを楽しむために自分が今体作りをしてて、それがすごく楽しかった。で、また結果も、まあ、準優勝だったんですけど、うん、すごい本国体、自分の地元の開催の国体で2位っていう成績を収めることができて、もう過程も含めて全てこう楽しかったなっていう思い出が残ってる鹿児島国体になります。なるほど。まあ、その時はつまりはその国体に出場するされるわけですから、鹿児島代表として出られるわけですよね。はい、そうです。ということは、そのプロとしてではなくアマチュアとして出られたということですか？そうですね、はい、もちろん。ああ、そうか、つまりお金をもらってなかったということですね。はい、そうなります。ああ、なるほどなるほど。ということはですね、逆に言うとお金をもらっていたプロの時代、プレーそのものっていうのは楽しめなかったんでしょうか？
いや、そういうわけではないんですけど、はい、やっぱりこう勝つことが求められるので、もちろんその勝利球とかもありますし、出場時間に応じた出場球とかもあって、あの試合に出ることがなんぼ、勝つことがなんぼっていう世界でずっとやっていたので、純粋にその、その時はその、楽しんでた、その状況を楽しんではいたんですけど、純粋にじゃあラグビーっていう競技を楽しめてたと、楽しむの種類がいろいろあるから難しいですけど、うん、まあそんな感じです。なるほど。なんか野球といえば甲子園、はい、サッカーといえば国立競技場、はいはい、今ラグビーといえば花園じゃないですか。はい、その当時にやってた時とプロとしてやってた時の心の違いみたいなのってあるんですか。そうですね、やっぱりこうあるかもしれないです。こう純粋に花園を目指してこう取り組んでたこう思い出っていうのは、まあ、ちょっと薄れてた自分がいたかもしれないですね。なるほど。ペイ君とミポリンはさ、そんな気持ちはすごく理解できると思うんだけど、プロになったりオリンピアンになった時って、なんか子供の時にのように競技楽しめなくなったりとかしちゃったのかな。ペイ君どう？あ、そうですね。なんかそのさっき鶴さんが言わはったみたいに、なんかこう、まあ、インセンティブがあったりとか、そういう風だったり、こう勝つところにはすごくこう楽しむ、まあ、その環境は楽しんでるんですけど、でもなんかこの競技を心から楽しむみたいなのは、やっぱりプロなる前、学生の時の方がやっぱり楽しめたのかな。なんか社会人になってからはどちらかというとやっぱ勝つことにやっぱ全力というかこだわりきらないといけないところがあったんで、そのオフ時間外、ラグビーしてない時間っていうのが仕事とかになったりしてたんで、なんか学生の時みたいにみんなと遊んだりとかそういうのもなかったんで、やっぱりどん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 本当に勝つためのラグビーっていう感じにはなってたかなって思います。前半で言った勝利至上主義ですね。そうですね。なんか本当になんかラグビー心から楽しむみたいなのはできてなかったのかな。外国人選手はすごくその辺楽しそうにやってるんで、まあ、すごい素敵だなって思いながらいつも見てました。ああなりたいなって思いながら、はい、ずっと今もやってますね。まあ根が真面目ですからね。やめてくださいよ、真面目ちゃいますよ。さあミポリンはどんな感じ。はい、私も本当にペイ君とかが話してたように、 やっぱり小学生とか学生の時に比べると、まあ、社会人になって、まあ、プロっていう形で水泳をやり始めてからはやっぱ結果出すのが当たり前というか、まあ、本当に日本代表になるのが当たり前っていう風に言われてもないけど、やっぱ自分の中でなんかそうじゃないといけないとか、なんか代表になんか入らないとダメとか、それが当たり前な立場なんだっていうのを結構、まあ、自分で、まあ、自分の首を絞めちゃうっていう感じの状況になった時もあって、やっぱりそういう風になってしまった時は、まあ、水泳自体もやっぱ楽しめなくなったりとかして、やっぱそういう時は伸びなかったなっていう風に感じますし、なんか本当に小学生の時の楽しさ、もうただただ水泳が楽しくて泳ぐのが楽しくてやってるっていう感じがなくなっちゃった時も、もちろんあったかなって思います。やっぱりそこをなんか抜け出さないとなんかちょっと結果にもついていかないのかなっていう部分は、まあ、私のなんか水泳人生でも感じた部分ではありますね。ミポリンもオリンピックに2大会出場経験してるんですよね。はい。桑鶴さん、はい、オリンピックに出られてるって出られたことがあると思うんですけど、そのオリンピックの舞台裏っていうかですね、その選手村で
出会った選手たちと自分たちはどんな違いがあるとかっていうふうには思われまったことはあります？そうですね、あの本当にすごくこう印象的だったのが、あのリオの選手村に入村したのがそのラグビーの開幕の2日前だったと思うんですけど、その時に入村して、僕らも試合前なんで結構こうナーバスにこう緊張してて、もうあさって試合だみたいなゲームだから、こうしっかりあの食事もコントロールしないといけないし、水も常に飲んでとか、そういうふうなことばっかりこう頭が言ってたんですけど、でもその選手村でこうすれ違う他の国の選手、もちろんラグビーだけじゃなくて他の競技の選手とかっていうのは、なんか本当にもそのオリンピックのスポーツの祭典っていう、オリンピックにっていう場にいられてることを楽しんでるというか、その場を楽しんでるのがすごい伝わってきて、あのコーラとかも全然飲んでましたし、こうマックもタダで食べれたんですけど、マックも、うん、もしかしたら試合後だったのかもしれないですけど、その行列ができてて、うん、コーラも試合前だったんでマックは食べないどこみたいな、もちろんそういう頭になるんですけど、他の国の方たちはもう全然食べてましたし、なんかこうスポーツに対する価値観じゃないですけど、それってやっぱ感覚が違うのかなっていうのは感じました。なるほど。この話に感じ対してさ、ミポリンはどんな感じで映ったかな？いや本当にあの感じたことはほぼほぼ一緒だなっていうふうに思ってて、やっぱり日本人の方々は、まあ、本当に東京オリンピックもそうですし、リオデジャネイロの時もそうなんですけど、どうしてもその試合に集中しないとというか、まあ、本当にベストパフォーマンスをするためにどうするんだろうみたいな、なんか真面目になりすぎちゃうというか、なんか本当にその外人さんとか見てると、あ、日本に来れたイエーイみたいな感じが少しあったりとか、やっぱり楽しんでるなっていう感じはすごくあって、私たちもあの楽しんでないわけではなくて、あの日本の選手たちも楽しんではいるんですけど、やっぱりその楽しみ方、なんかラフさみたいのはなんかちょっと違うのかなっていう、そのラフさみたいのがなんか日本人にもあったらなんかまた違うのかなって思ったりとかはしました。ワズルさん、はい、リオの選手村で一番美味しかったものは何ですか？あコカコーラですね。あ、コカコーラ、めちゃくちゃ会社の商品言うじゃないですか。そうです、寺村さん、あのリオも行かれたんですよね。あ、はい、そうです。あのリオの選手村の近くにあの日本食あったじゃないですか。日本あの、はい、選手くれた、はい、あそこの食事美味しかったですよね。あ、もうあれは本当にあの味の素さんとか、はい、はい、もう本当に美味しい食事食べれたので、あそこによく私も行ってました。やっぱ日本食が恋しくなるんですか？まあやっぱ安心する。お風呂とかもあったんですよ。ありました、ありました、うん、お風呂ってどういうお風呂？ユニットバスじゃなくて？あ、銭湯のこと？銭湯っていうほどじゃないですけど、あの水風呂とかもあって、なんか交代浴できるような場所をその作ってくださって、選手村からちょっと行ったところでそういう施設をがあったので、結構日本人もみんなそっちに行ってっていう感じでした。それは個人で入るってこと？あのみんなで入れるような浴槽？あ、みんなで、はい、つまりあれだよね、あのいわゆるザ・お風呂だよね。お風呂です。お風呂です、はい。外国人選手とかも入ったりしてたんですか？あれは日本人の日本選手団だけが、はい、あー、そういうこと、はい、そうです。日本選手団専用の、はい、
コミさんがあったんすね。すごいな。はい。すげえ。ちなみにそのオリンピックですけれども、クワズルさんたちは7人制ラグビーで出場されたということなんですが、僕も含めてラグビーに詳しくない方のためにも7人制ラグビーについて教えてくださいますか、クワズルさん。はい。7人制ラグビーは15人制のラグビーとグラウンドの広さは同じなんですけど、時間が7分ハーフっていうところと、あとスクラムは3人と3人で組むとか、あとのルールはもうほぼほぼ15人制のラグビーと一緒になります。これなんで7人制ラグビーっていうの、7人制っていうんですか。あ、正式にはどっちかごめんなさい、忘れました。あ、じゃあ今クワズルさんが7人制とおっしゃったんで7人制ラグビーで統一していきますけれども、7人制ラグビーができたのは何でですか。結構歴史古くて、はい、ラグビーより20年か30年ぐらい後に生まれただけなんです。だからもう百何十年の歴史があって、もともとはスコットランドで生まれたんですけど、はい、15人制を組めないクラブチームの資金繰りが、そのお金を集めるために人数少なくてできる競技を考えたのが7人制 でそれが人気になってっていうので世界にこう広まっていったっていうところが発祥としてはあるみたいです。あ、なるほど。ということはもともと15人制と7人制っていうのは、同じことはやってるけど違う、プログラムとして大会が行われてたってことですか。そうです、古くから。はい。あ、そうなんですか。でオリンピックは7人制しかないんですね。そうです。オリンピックの期間がやっぱりこう短いので15人制だと週間に1試合しかこう体の消耗度を考えたら1試合ぐらいしかできないんですよ。はははオリンピックの期間に大会試合が終わらないので、うん、市民性が対応されたっていうのと、あとケニアだったりフィジーだったりその、いわゆる先進国じゃない国にもこういろんな国にスポーツが7人制ラグビーが行き渡ってるっていうのが正式採用された理由みたいです。あ、なるほど。ワールドワイドで広がってったの、7人制の方が広がってったってことだ。はい、いろんな国が採用して。確かにこの間 のワールドカップでも1週間に1回しか試合しなかったですもんね。そうなんですよ、はい、そういえばね。15人制はやっぱり体の消耗度が激しいので。はい、そうなんです。なるほど。せいちゃん、はい、このセブンスって言うんですか、七人制のことをね。はい。難しいもんなんですか。いや、むずいっすよ。どんなところが難しいんですか。あの横幅を7人で守るんですよ。もうなんかそこがまず僕みたいなそのフロントローは多分できないスポーツですね。フロントローってスクラム組むあの最前列のプレイヤーたちなんですけど、多分もう足動かなくなりますね。7分でも動かないですね。3分持つかな。だからそこがだからスピードの展開とかもすごく速いんで、うん、やっぱりこう足の速い選手の個人技だったりとか、あとは何ですか、オフロードっていうこうタックルされながらパスしたりするんですけど、やっぱそういうのがすごい上手な選手が多いんで、こうボールがポン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 つながるんで見ててすごく楽しいなって思います。この前 のアジア大会かな、大阪の淀川であったんですけど、ちょうど日本代表がそれで優勝してパリの切符を手に入れたんですけど、うん、それ見てた時もやっぱりこういや本当になんか別スポーツだなって思いました。ラグビーって7人制と10人制のテンズっていうのと13人制のリーグっていうのと、僕と鶴さんがやった15人制のユニオンっていう結構いろいろな種類があって、その中のセブンスはやっぱり一番スピード感があるなと思いますね。なるほど。でそこでクワズルさん、そのほぼ半分の人数で試合することになるということで、
代表に選ばれるときに、なんか抵抗とかなかったんですか？抵抗はなかったですけど、先ほどペイが言ってくれたみたいに、パスも下手くそですし、足も遅いので、私なんかできるのかなっていうのは、最初、声かけてもらったときにはありました。うん。足は遅くないですよ、パスは下手だけど。いや、なんかクワズルさんが出場したオリンピックの試合見たいなと思っちゃいますね。いや、なんでしょうね。YouTube ないんすか？YouTube とかに上がってないんすか？ね、今度見てみようと思います。ぜひ見てください。ラグビー、15人制のラグビーってなかなかこうボールがどこにあるかわからないとか、なんで今のペナルティなんだろうとかってあると思うんですけど、はい、7人制ラグビーを見た後に15人制ラグビー見るとちょっとラグビーがこう15人制ラグビーが見やすくなるかもしれない。ラグビー多分方には見やすい競技かなというふうに思います。そうですか。改めてクワズルさん、ラグビーの魅力、ラグビーの魅力ってどんなことだと思います？そうです。15人制も7人制も変わらず、やっぱりこういろんな、ペイがさっき言ったんですけど、いろんなこう体、体型、能力を持った選手が生きる場があって、それぞれの仕事をしっかりこうやりきれば結果がついてくるっていうところがラグビーの魅力の一つかなというふうに思います。なるほど。他のスポーツよりも役割分担がしっかりしてるっていうことですね。はい。なるほど。現役ラグビー選手、ペイさん。はい。ラグビーの魅力とは？ラグビーの魅力は、やっぱ本当、ツーさんが言わはったみたいに、それぞれが、デコボコな、なんていうんですかね、デコボコが集まって、一つのこのラグビーっていうのを、こう、いや、なんですか、やってるっていうのがすごく僕は面白いなと思ってて、身長がね、大きい選手もいたら、ちっちゃい選手もいて、150センチとかの選手もいたり、体重がね、50キロとかから130キロ、40キロってこう幅があったり、そこがやっぱりこう、すごい面白いなって。で、そこで、それぞれが、自分の役割果たして、一つのその、トライゾーン、トライラインに向かってこう前に進んでいくっていう姿がすごくこう僕はいいなって。しかも後ろにしかパス投げちゃダメなんで、その中で前に進んでいくっていうこの理不尽に耐えながら進んでいくあたりがやっぱいいですよね。うん、本当ですよね。なんか見ててややこしいスポーツだなと思いますもん。ややこしいんですよ。だから面白いんですよね。ごめんなさい、ちょっと話変えて。クワズルさん、はい、現在12歳から下3歳までの方を教えていらっしゃって、でなおかつご自身で4人のお子さんがいらっしゃるんですか？はい、そうなんです。もしご自身のお子さんたちがプロのスポーツ選手になりたいって言ったら賛成します？あ、もちろん、はい、背中を押しますね。なるほど。何の競技をやってもらいたいです？もう何でもいいですけど、やるなら、野球選手ですかね。なんでなんでなんでラグビー選手じゃないの？いや、大谷翔平選手とかの年俸を聞くと、こっちに引っ張られちゃいますよ。いいっすね。本音出てていいな。リアルな感じ。めちゃくちゃ本音出てるよ、これ。プロなんです。リアルな感じが。プロなんですね。お金稼いでなんぼだから、何でもいいって、野球だったり、ゴルフだったり、中生命なるべく長く、怪我のなるべく少ない競技だったら、もう、より背中を押しますけど、でももう、ラグビーをやってくれたら、もう、それはそれで、万々歳ではありますけど。そうですね。ペイ君は将来子供が生まれたとしたら、はい、ラグビーやらせたい？でもやってほしいですけど、でももうなんか本人がやりたいっていうスポーツやってほしいなっていうところあります。なんか僕がラグビーやってたからラグビーするとかじゃなくて、なんか
ね、本当それこそスポーツテイスティングさせて自分がこれやりたいっていうスポーツやってほしいですね。ミポリンは？はい、まあ、やらせたいかって言ったら、まあ、スイミングはやらせたいなって思ってて、ただ競泳は別にやらなくていいかなって、まあ、言葉で言うと、なんか本当スイミングで泳げるように4種目泳げるようになってほしいとかはありますけど、なんかもうそこからはそのもう本人がなんかいやもっと速くなりたい選手になりたいとかっていうなら、まあ、もうやらせたいなって思いますし、もう全然他のこととかもちょくちょくやらせて違うことやりたいっていうならそっちやらせたいなって思いますね。そうですか。はい、ファズルさん、はい、ちょっともうすぐ時間が来ちゃうんですけれども、クワズルさんは、今やってらっしゃることとか現役時代のところだ全部ひっくるめて思い返すと、やっぱり生まれ変わったらラグビーやりますか？やりますね、うん、やりますか。なんでですか？もうラグビーやっぱり楽しいんで好きですし、結構ラグビーに出会えたことで自分の人生がこう切り開けたっていうのはあるので、うんうん、ちょっと学校は変えてもいいかなと思うんですけどでもラグビーはやりたいですね。あー、なるほど。何のにもかかわらずご子息には野球をやらせたいですね私あの野球できないってセンスないから。あ、そうなんですか。不器用なんで、はい、ラグビーがいいかなと思います。ありがとうございます。今回は前半後半と長いこと桑鶴さんにとても面白くためになるお話を伺うことができました。なんか今日は本音ラジオって感じじゃなかったですか、海君？いや、やっとこの本音ラジオ、アスリートの本音ラジオの本質に触れてきたなって感じで、めっちゃ楽しいですね。うん、まあ今後もね、この番組でいろんなゲストの方をお招きして、はい、生の声をどんどん伺っていければと思っております。はい、はい、お願いします。はい、ご視聴いただいている皆さんもぜひ私たちアスリートに聞いてみたいことを X にてお送りください。 Spotify の概要欄に URL もありますので、そちらからお願いします。質問だけではなく応援メッセージもぜひぜひ大歓迎ですので、よろしくお願いします。また YouTube では動画でもお楽しみいただけます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんからのたくさんのメッセージをお待ちしております、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。クワズルさん、本当に今日はありがとうございました。ためになりました。ありがとうございました。クワズルさん、この番組を見てくださってる視聴者の方に何かお伝えしたいことがあったら、ぜひお話しくださって構わないんですけれども。ありがとうございます。私ども株式会社スポーツフォーライフという会社をやってます。福岡鹿児島拠点に活動しています。もしスポーツテイスティングというところに興味のある方がおられましたら、まあ、お子様以外でも、オフィス向けのサービスも準備しておりますので、ぜひご連絡いただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。視聴者の皆さん、詳しい情報はですね、エピソードトークの詳細ページの中に、URL を貼っておきますので、ぜひそちらをご覧ください。よろしくお願いいたします。さて皆さん、次回のトークネタなんですけれども、いかがしましょう？実はですね、太郎さん、はい、ご視聴いただいた皆さんから、こんなトークネタどうですかなど、たくさんいただいているんですよ。あ、嬉しいですね。本当ありがとうございます。その中でもミポリン、どんなお題が話しやすかったですか？はい、自分をやる気にさせる方法、これ言ってみたいなと思いました。あ、いいですね。自分をやる気にさせる方法ですよ。これはあれですね、アスリートの皆さんだけではなく、一般の社会人の方々にもすごく共通する話なんじゃないですかね、ペイ君。いや、本当そうですよね。なんかこう、僕たちだけじゃなくてサラリーマンの方たちにも聞いてもらえる、まさにこう僕がやりたかったことですよね。
アスリートだけじゃない、全員の人に聞いてもらいたい。いいですね、はい、わかりました。ぜひ僕も聞いてみたいです。はい。はい、はい、ということで、皆さんぜひ次回も楽しみにしてください。楽しみにしていてください。次回またお会いしましょう。はい、今日はどうもありがとうございました。来週はヒロ君のポエムもあるよ。さよなら。さよなら。スーさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。